まあ、この、保育施設の話に戻ると、これがその一番小さい単体として、まあ、考えられるって言った時に、だこれがその都市の中でどういうふうな機能をしているのかっちょってという。さ、これはご案内してるときにご説明したように、一つはこれやっぱ貫通通路を作ることによって、ここの割と単純で大雑把なネットワークにもう一つレイヤーを作ってるんだと思うんです。限られた人しか通過できませんけれども、ここに道筋があることによって両方からこうアクセスできて、こっちから入ってこっちから出ることができるとか。ということで、そこにまずパブリックなものに近いところのレベルでそういうものができてますし、さらにこの屋上を使ってその回遊動線ができることによって、さらにもう一レイヤー重なって、でこの公園にいっぱい人が遊んでて、この一帯がそこの円形のその囲いを越えて、人々が子どもたちが、なんか遊戯できる空間が縦走するという。そういう意味での、その小さい単位の重なりで、それは必ずしも場所ではなくて、まさにその子どもたちの動きそのものが、場に貢献して、場の性格を作ってる。それは簡単すぎるかもしれないけど、人をどういうふうに動かすかによって、その編集の良し悪しっていうのが。そうですね。ただ流れていった時に、人の動きも一つですけれども、あと情報だとか、これ視線を交わされるというのも一つの流れですし、それからいろんな、ここで言うとその給食が提供されるとか、そういうこともありますし、光だとか、いろんなこう流れがこの中にあるわけですよね。建築が作ってるものの何倍もそのいろんな流れがこの周りに発生してる。それをどのくらい、建築一つで全部決められるわけじゃなくて、それをこう支援するとか補助するっていうことに過ぎないと思いますけれども、なんか建築がつまらない形でそういうものを閉じ込めてしまうのではなくて、なんかこう刺激をして、活気づけていくような、そういう役割を建築が果たせるといい建築じゃないかなと思う。で、ちょっとお話が変わってしまうんですけども、大野先生にとってグローバル化っていうのはどういうふうな考えなんでしょうか？それはいろんなことがあるんですが、ここで言えば、この家具はこれ中国で作ってるわけですから、これグローバル化の一つの表れですよね。で、この家具をこの中国で作ることができたのは、この家具を作ってるメーカーの社員が、その斡旋してくれた社員がうちの卒業生だったんですね。グローバル化を離れた形で現代社会回すというのは難しいと思うんですよ。もちろんそういうとこからその避難するような形で小さなコミュニティ作られるということは可能だと思うんですが、もうちょっと大きな範囲で考えて、やっぱり巻き込まれざるを得ないと思います。だからもうポイントは、そのグローバル化の大きな波の中に全部巻き込まれると、やっぱり大変なことになるので、その中にそのグローバル化にこう影響されないというか、その中で生き抜けるような小さなこうサイクルが作れるということが大事かなと思うんです。その中でいろいろな、物流もあり、情報もあそうり、そうそうそう。いろいろな形で、動く中で大きい動きもあれば、すごく小さい動きもあるっていうのを、それを見分けるのが、建築家の役目じゃないかっていう。建築家の役割でもあるし、政治家の役割でもあって、我々建築家は、そういうその大きな流れの中に小さな流れを作るような活動をしやすくする場を作るということ、抽象的に言うとね、そういうことじゃないかなと思うんです。70年代に石崎さんが都市から撤退するというふうな、ことで、都市に対する関心っていうのが、日本の、建築の教育の中では薄れていったと思うんですけれども、大野先生の中では何かその反発をするとか、何かこういう人たちの考えにはやっぱり乗れないとか、何かそういう意識はあるんです。その建築至上主義というのはやっぱり嫌なんですね。
でこの敷地の境界から中のことは一生懸命あるけれど外の関係はまあ切っちゃえというんじゃなくて、連続的な環境の中に生きてるわけですよね。だからそこ全体が良くならないと単体の建築がいくら良くなったって我々はいいこう環境に住んでるという感じがしないと思うんですよ。もう特にこう設計をやろうとして考えた時にはやっぱり作る行為ですから設計はその更新されていくわけでしょ新しく。でそれは既存の環境に新しいものを付け加わっていくというそのこう作業そこに責任を持ってるわけですからやっぱりそういう全体的な視野っていうのは絶対必要 でそのことは教えられてないし、特に日本ではそういうことを理論的に考えてる人も少ないということで、それはまあやるべきじゃないかなというふうに思ったということです。で海外から見て日本の建築家が面白いっていうと、すごく特化した何かこだわり建築、そうですね、みたいなものが日本の建築を何かそうですね、レプレゼントするみたいな形なんだけども、大野先生の今のずっとお話を聞いていると、それだけじゃやっぱりダメなんじゃないか。その触覚性とかね。そういうことに対して日本はやっぱ先端的にこう開発したんだと思うんですよこの30年間ぐらいで。でそれは他の国の建築家はしてこなかったことだと思うんですね、で、まあ、僕が関心持ってることは、まあ、そういう触覚性と違うレベルの話なのでもうちょっとまあ社会性を帯びた話なんですね。でそれがそのさっきちょっとおっしゃった磯崎さん の建築から都市からの撤退というのは、まあ、どういう意味で言われたのか知らないんですけれども、まあ、時期的にはさっき言ったその公共主導から民間主導になる時期なんですね。で公共主導の方がまあ建築家としては仕事をやりやすい時期だったと思うんですよ。で民間主導になった時に、まあ、そういうその割と感覚的なレベルでのこう先端化先鋭化っていうのがまあ日本で果たされたと思うんですがその分その社会全体に対して、建築家が持ってる特権性のもう一つはやっぱりそのトータルに生活に関わってるっていうことだと思うんですけれどもそのところを生かす機会が減ってるしそういうことを関心が少なくなったということにおいて、都市を扱うっていうことの重要性があると思うんです。つまり建築家じゃないとなかなか言えないことってやっぱりあると思うんです、それから建築家都市について言う人はいっぱいいますよ。都市の社会学の人だとかそれからなんか割と土木系のプロジェクト型の先生とかなんかとか専門家いますけれどやっぱり絵描けないじゃないですか。で絵を描くっていうのはやっぱり重要なことで将来どういうその都市世界が生まれるかということをとにかく絵にしてみてこう具現化するっていうことを誰かがやらないと時代は前へ進んでいかないんですよね。